リアルオーダーヘアオンラインサロン、今日の動画を始めていきたいと思います。前回は絞りとシャッタースピードを組み合わせて写真を撮ってみました。その時に絞りの面積が半分になったり、シャッタースピード、取り込む時間が倍になったりすることで明るさを変えていきました。今日はそれの後半ですね。絞りを少し開けていってみたいと思います。まず最初の F4 125分の1秒で、今この部屋の明るさはちょうどよく撮れるようになってます。ここから絞りをさらに開けてみましょう。ここの窓の大きさがさらに大きくなります。 F が 2.8 ですね。ということはこの面積が大きくなるので、この窓の大きさがさらに大きくなって、面積がここで倍になってます。面積が広くなると写真が明るくなるので、今度はそれに合わせてシャッタースピードも先に決めてしまいましょう。ここが倍になっているので、入ってくる光の量が倍ということは、入ってくる時間を短くします。入ってくる時間をさらに半分、取り込まれる時間が半分になります。今出ている写真が最初の F4 125分の1秒と設定した写真です。このまま絞りを 2.8 設定した写真を今から撮ります。はい、よし、ね、今写真の明るさが全く変わっていないんですね。もう一回見てみますね。元の写真がこれ、今撮った写真がこれというふうに明るさが変わってません。さらにもっと開いてみましょう。 2.8 のところからレンズの大きさをさらに大きくします。こうですね。これが 2.8、 さらに開いたところ、これが F の2っていうところです。この数字が少なくなればなるほど窓がたくさん開いていくってことですね。さっきの 2.8 よりも2の方が数字が少ないので窓がたくさん開いています。そしてその分たくさん光が取り込まれてきてしまうので、シャッタースピードをさらに半分にします。ここで時間が半分になります。撮ってみますね。はい、はい、よし、はい。で、写真の明るさ、全く変わってませんね。で、ここで皆さんがお持ちのカメラで設定が 2.8 までいかないよとか、2までいかないよっていう風な人が出てくると思います。これっていうのはレンズに依存してしまうので、使ってる自分のレンズによってこれがどこまで開くのか、大きいレンズを使っていて窓を狭くして使うことができるんですが、もともと窓が小さいレンズを使ってさらに窓を開いて撮るっていうことはできません。なので、こういう明るいレンズ、たくさん開いて撮りたいレンズっていうのは、使ってるレンズの大きさも大きくなってしまうし、重たくなってしまうんですね。逆に窓が小さいレンズっていうのは軽いし、取り回しが効きやすいし、持ち運びに便利なので、この辺のお持ちのカメラ、お持ちのレンズによってどこまで開くのかっていうところが変わってきます。シャッタースピードの方はどのカメラでもこれぐらいのところだったら調節できるので、やってみてください。今日 F2 のところまで写真を撮ってきて、同じ明るさの写真が画面のように5枚撮れています。全く同じ明るさの写真が5枚撮れてるんですが、この5枚の写真の中からどれを使ったらいいか、同じ写真が撮れるんだったらどこを使っても一緒じゃんとか、組み合わせなんか適当でいいんじゃないかとか、どこで撮っても一緒なんだったら組み合わせこんなにたくさんある必要がないんですね。なので、このたくさんの組み合わせの中から、なんでこんなにたくさん写真の組み合わせができてしまうのかっていうところと、この写真の中からどれを使ったらいいのかっていう部分を次回の動画で話してみたいと思います。今日の動画はここまでです。ありがとうございました。